ポートワイン天神ポートワインの広告1919 19ポートワインまたはビーニョド・ポルトはポルトガル北部ポルト港から出荷される特産の酒生強化ワイン日本の酒税法上では甘味果実酒に分類されるポルトワインとも言うポートワインはまだ糖分が残っている発酵途中にアルコール度数77度のブランデーを加えて 酵母の働きを止めるのが特徴である。この製法によって、独特の甘みとコクが生まれる。また、アルコール度数は20度前後と通常のワインの10から15度に、大脂5から10度ほども高く、保存性が非常に優れている。このため、ポートワインは一度風を切っても通常のワインのように、急激な風味の劣化。 変化が起こることはなく、また担任の多少によらず長期保存が可能である。ベースとなるワインはあちらこちらで作られているが、最終的に熟成する地域が指定されていて、そこで最低3年間、損の中で熟成されたものだけが、ボートもしくは、ポルトと呼ぶことができる。長いものは、損の中で40から50年と熟成を経て、 だんだん香りを豊潤にして味わいをまろやかにしていく。赤と白があり、赤は輝くルビー色でポルトガルの宝石と称されている。一般に白は食前酒としておつまみなどと一緒に、赤は食後酒としてチョコレートや葉巻などと一緒に飲まれている。14世紀中頃からポルトガル北部で生産が始まり、18世紀には ポルト港からイングランドに大量に輸出された。ポルトガル語のポルトは、港の意味で、英語のポートと同源であるため、イングランドでは、ポートワインと呼ばれ有名になった。ポルトガル政府は、同国北部を流れる道路川上流を、ポートワインの法定区域と定め、この地区で栽培されたブドウを原料とした、主製強化ワインのみにポートワインの商標を認めている。ポートワインのその品質も、 政府機関で厳しく管理されている。EU 諸国では、この故障は厳格に守られているが、アメリカ、オーストラリアなどでは、同種の自国産主製強化ワインを、ポートワインと呼ぶこともある。日本でもかつては、ポートワインを名乗る、甘味果実酒が多かったが、現在は、赤玉ポートワインが、赤玉スイートワインとなったように、商品名を改めている。ありがとうございます。